はい、どうもみなさん、こんにちは、もち TV です。ということで、今回はウィニングゲーム2017アプリやっていきたいと思います。ということで、今回は、その新イベントのね、はい。まあ、効率のいい GP の稼ぎ方。まあ、TP だな、あ、TP か。TP の稼ぎ方ですね。今ね、このイベントは、おもちゃ TV はね、こちらのスカットで回っております。はい。でこちらがですね、今、スカット評価が 39.8。はい。ということで、一人おもちゃ TV も、ボーナス選手抱えてて、それがまあラムジー。抱えてて、あとは、まあ、全部見てもらえばわかるんですけど、300の、選手、まあ、ボーナス。まあ、ボーナス、抱えてる。200% ぐらい上がってる選手たちを揃えたと。ね、揃えたと。黒入れてないのは、単純に GP がやっぱり契約でかかってきちゃうので、まあ、GP が貯めづらい。っていうので、うん、まあ、TP も、もちろん貯めていきたいんですけど、まあ、GP それでね、そうだね、ちょっと増えていかないのはちょっと嫌なので、はい、GP も増やしていきたいということでなるべく抑えて、まあ、こんな感じにしております。でこれねポイントがあって、要はこれマックス、おもちゃ TV のマックスにすると 40.5 なんだよね、スカット評価が。スカット評価、はい。でそうしちゃうと、ただそうしちゃうとメッシとか、うん、クリスチャン・ロナウドとか入ってきて、要はチームパワーが星5になって、うん、スーパースターに挑むとまたこれもスーパースターの星5が来ちゃうと。そう、ここがちょっと問題で、結構ね、まあ、動画でも出したんですけど、星5のスーパースター今回のイベント強いなって感じたんで、ここはちょっとチームパワーを抑えて、スカット評価もちょっと抑えて星3にして、まあ、星3の、スーパースターと試合をしましたね。星3のスーパースターと戦った方が、うん、全然弱い。そうで、一応ね、まあ画像でも出しておきますけど、まあ、星3のスーパースターに勝つと大体、まあ、2021、はい、ツアーポイントもらえて、まあ、その下のトッププレイヤーだと、まあ、1525、まあ、ツアーポイントもらえるといった形になってます。まあ、このスカットでね、うん、もらえるという形になっているので、まあ、やった感想としては、まあ、星3のスーパースターはまあまあまあ星ゴールはだいぶ弱い、だいぶ弱いかなっていった感じなんですけど、まあ、やっぱりスーパースターまだちょっと勝つの厳しいなっていう人は十分ね、下のトッププレイヤー、うん、でも、もうガクンと落ちてるんで、レベルがやっぱり。そうだね、意外と、うん、なんかガチガチに黒とかで固めようが、うん、まあ所属している要はチームメッシと香川のそのポイント差が、うん、じゃあすげえめちゃめちゃ開いてるかって言ったら、そうそうそう、全体に見るとね384に対してメッシが、香川が308なんだよね。だから別にそんなにでもないんだよね、うん、にしてはさ、やっぱコスト差とか、そうそうそう、まあ、レベル上がっちゃうとか考えると、はい、まあどう考えてもやっぱり所属している中のちょっと弱い選手とか、ね、ちょっと抑えめ、うん、黒以下の選手で、まあそのボーナスがもらえる選手で固めていって、うん、あとはまあそのスペシャル、ラムジーとかは別で、そうだ ね、ネイマールとかラムジーとかそういうスペシャルの選手を持っている人はそれを入れるっていう構築で、スカットを組んだ方が結果的に GP も TP もたまりやすいなということで、ね、こんな感じで回ってます。はい、ということで、まあ、おもちゃ TV の、ね、まあ、端末ではこういう風な感じで、まあ周回してるんですけれども、はい、まあ、気になるのは白玉、要は GP ダメスカットで、そうだね、でどれぐらいそのツアーポイントがもらえて、要は GP ダメスカットでスーパースターと戦うときに、まあ、どれぐらい、そう、TP っていうかその TP がたまるか、ツアーポイント TP がもらえることができるか、うん、で、まあ、さらにこのスカットも言うて、まあ、GP は食います。食います、要は契約で、まあ、言えばやっぱりどん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 金だから、うん、持ってかれるっていうところはあるので、はい、そう考えたときに完全に GP 美味しい思いしたいなら、うん、もうこれはどう考えても GP ダメスカットそうだ、ね、で行くしかないということで、まあ幸いこのイベントっていうのはあと10日、今撮ってる時点で10日と23時間ぐらいあるんで、そう考えると、まあまあ、GP スカットで行く、あ、GP ダメスカットで行ってみると、うん、まあ、どれぐらいの割合で貯めることができるのかというのをちょっと今回検証していこうと思います。はい、切り替えましょう。はい、ということでこちらはですね、まあ、無課金の端末になるんですけど、自分の端末ですね、はい、ブラックおもちゃ TV さんなんですけど、こちらね、まあ、スカット評価ドン 26.3、 まあだからさっきのと比べると、まあ、さっきのが30後半、うん、39もうそろそろ47っていうので、うん、だったんだけど、まあ、こっちはやっぱり白玉ばっかりで、しかもまあ別に所属してる選手とかもそんなにないから、本当にスカット評価も低い。ただこれベンチにですね、まあ倍のちょっと 200% とかもらえる選手たちを並べてると。そうだね、そういったポイントになりますね、はい、強い選手で、なんかボーナス
ポイントがいっぱいもらってる選手をあえてベンチに置いて、うん、そうすることでお金はかからないので、うん、まあ、これをやっていけるといった感じです。ということで早速やっていきましょうか。だから C なんで調子が下がった時はさすがにベンチからちょっと入れないといけないかなといった感じですね。ゼフ長はそういった感じになるね。さすがにジョーゼフ長は不調ぐらいだったらまだいいかなと思うんですよ。2が来るのかな。そうですね、だから普通にスーパースター合わせてくれるので、うん、だから星2とかのスーパースターとかだと本当に全然なんかやれるというか、そうだね、星5が強いだけで星4、星3とか星がどんどん落ちていくことに弱くなってくるんで、ちょっとこれスス入れようか。さすがにここら辺はまあ銀の選手とか金の選手ちょっと使っても、そうだね、まあ、いいと思う。1試合だからまあぶっちゃけ、まあ、コーチさすがにね、ゼフ長は動かんと思うんで、そうだね、これでいいかな。これうまくやりくりするっていうだけで、まあ普通に GP 的には全然食わない。お、まあ相手もこんなもんなんで、虹がいるね。まあでも黒いないじゃん、うん、だからここら辺は優しく設定されてるのかなと。まあ今回ねちょっと初めてね、だから異常にスーパースターが強いのは星5のみです。そうだね、星5のスーパースターが強くてそれ以外は全然強くないんで、ちょっとやっていきましょう。初めてなんですけどこの GP ダメスカットというのは、さあどれぐらいかね。ただこっちも相当弱くしてるから、ちょっと、あ、そうか、クラシックね、うん、はい、さあまあね、どんな感じなんだろうな、まあ、星4の星3かスーパースターは、まあ、それなりだったけど勝てたからな。だからその GP ダメスカットの場合でも1個ポイントはチームスピードなるべく上げて編成組むっていうのが必須かな、さすがに。んファール、まあ、でも1人ね、まあ、金のスキギラとか出てるからね。そうだね、活躍してほしい。ラムジーとかあの持ってたらよかったんだけど、ねラムジーね、それはさすがに持ってなかったから俺の無課金赤だと、うん、あ、金ネット入れた。あ、キーパーあれだったっけ。いやでも銀だよね、クイジャルじゃない。待って、クイジャルじゃん。おお、何してんだ今のあれは。何キーパーだけネットにしといた方がいいのかな。どうなんだろう、キーパーが結構止めてくれるっていうのがあるからね。そうだね。さあただ1点入れられてしまったんで、まあ、ちょっとなかなかね1点を取り返しに行かないといけないということで、ここら辺スーパースターかなりうざい動きしてくるんで、ナイス。さあスプラトゥーンのやりすぎでね入ってますけど、ほい、さあわーっと、いやー惜しかったかな、まあファールもらいたかったな。スソが出てるんでやっぱスソ中心に行きたい。スソちょっと癖のある選手だな、うん、うまいうまいですね、やっぱここら辺は。おお、うまいうまいうまいぞ、怖い、あーこれこれやばい、えっディフェンス、まあ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 2点はまだあれなんだけど、まあ、あまりにもこっちも GP ダメスカットだから、さあやーっとそこ何もできないか、ちょっと待って、やばいやばい、何かな、まだ分かんないっちゃ分かんない。じゃあ1点前半に返せればね、さあいけるか、うわオフサイド、オフサイドじゃない、うん、あそっちか手前、ちょっとあれなのかもな、綺麗に、うわーっと綺麗にやりすぎなのかもしれないな。キーパーやっぱネトかな、そう考えると。さあいやーこれ追いつかねえな、いたね普通に。よいしょ、よしよしよし、結構まあ
やっぱ白玉だとかなり接戦、これっちも、まあ、ある程度金を使っていいんだったら結構まあ普通にやれるんだけど、だからそうもいかないところもあるから、じゃあここを抑えて、さあナイス、ラスト1回、ラスト1回、危ねえ、いやまあ、意外とやるな、やるよ、やるというか、やっぱ俺らのメンツがこれだからね、それなりにやっぱ頑張っていかないといけない、ね、蝶は入れていくか、あ、ダメだ、不調や、ケニラをこっちにしよう、はい、いやまあ、頑張りゃいけると思うよ、あと2点だし、いや厳しいな、1本しかシュート打ってないんだよね、さっきのあの、ボール入ったシュートしか打ってないんだよ、こっからでもなんかだんだん癖が読めてくるんじゃない、e speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Ci sono ancora 45 minuti per recuperare lo svantaggio. Ecco qua. Allora la profondità. Ci prova. E il palo gli nega la soluzione del gol. ちょっとキーパーネットがいいな、やっぱりね。出せ、いやー。ちょっと返し早すぎたな。もうちょっと持ってよかったね、裾で。厳しいな、ここら辺うまいんだよな、絶対ミスないんだよな、うまっ、シュ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 してるわ、ナイス、さあ、あ、来た、これはいけるね、いやー、すっそー、フェルトマン、フェルトマン、いけるいける、ナイスケテラ、いい走り込み、いやーそれはちょっと厳しいね、ちゃんと連れてくればよかったかな、あ、それそうだ、あいつボーナス選手じゃないんだよ、あーなるほどね、おー誰、ケニラかな、誰だ誰だ誰だいたな、ヘディングよかったよかった、うん、よし結構すごくないもん、クロスっていうのはやっぱ一個あるかもしれない、さあ行こう行こう、これでもね、1点目でおかしくない状況だから。頑張れ、オッケー、ナイス。オッケー。さあ、逆転する。ついてきてるね。あー、来た！スソ！おっそ！おーい！スソね。独特のためのある選手よね。これで逆転です。いやー、よいしょ。いやー怖いな、ラスト1点決められそうなんだよな、もう1点いこう、攻めないと絶対やられるよな、これこういう時は攻めよう、それ慣れてくるかもな、あーなんでなんで、あ、オッケー、まだある、足の割に飛び出しが早いよ、来た、よいしょ、いいねいいね、うん、いいね、1枚銀持ってくるといいかも、スソみたいな、そうだね、で、なんかちょっと調子悪いところちょっとだけ1試合だけ金使おうみたいな感じで使い回していけば、ケディラとか入れとけば、そう、あそこボーナス選手を1試合で使い回していけば、もう40試合ぐらい全然ね、GP かかわらず使うことができるから、さすがにやっぱ白だけじゃ厳しいか、そうだね、何体か入れてみたいな、GP ダメスカットでも何体か入れるってことが結構ポイントかもしれない、え、意外とクロス弱いんじゃない？そうなのかな、うん、簡単に上げさせてくれそうな感じもするけど、さあこれはね、時間も使いつつね、ボール保持、これ保持れるのはまあでかいよね、riceve il passaggioよし、ジョン、あ、まあまあ、コースがないよ、コースが。OK。よし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 。OK。まあ、終わってみればこんなもんなのか？はい、まあ、終わってみればこんなもんか。いや、でも最初のあれは。最初はね、2点ぐらい、いい感じだけど、まあ、慣れてくれば多分勝てるっていうか、そうだね、これでもまあ、全然やれるっちゃやれるのかな。OK、OK。いや、もう、まあ、ただ、結構、
なんだろう、まあ、そんなに自信がないよって方は、うん、これだとちょっと厳しいかもしれない。まあ、最初に見せたあれぐらいの評価で、スカット評価でやってもいいかも、うん、普通に勝利するだけで1170円くらい。あー、でも1300 1300もらえます。すげえな、これ結構でかい感じだよね、1300、まあ、約1400ぐらいもらえる。そう、ぐーっと一気にもらえたからね。だからまあこれ普通に1日まあなんだろう、8回とか7回、うん、7回ぐらい使えてれば約1万 GP ぐらい溜まってくので、そうだね、まあ、大体7、8回これをこなしていくだけで無課金で、うん、まあ、GP ダメ、GP もガンガン食べたいっていう人でも、そうだね、この方法を使うことによって、10万 TP も貯められつつ、うん、GP もぐん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 増えることができるので、もうぜひね、腕のある人というか、そうだね、まあ、自分黒の欲しいのスーパースターだったら、まあ、GP ダメスコットでも勝てますよみたいな方は、うん、全然こっちの方でやってもいいな、ね、最後にちょっとトッププレイヤーで勝った時、この1個下に下がるだけでだいぶ弱くなるんだよね。結果だけ、ああ結果だけ最後見せとこうかな、あの何本もらえたかっていう結果だけちょっと画像で出しておくと思うんですけど、まあ、トッププレイヤーにね、これこの GP ダメススカットでスーパースターだとちょっときついっていう人もいると思うんだけど、うん、あ、そうだね、トッププレイヤーだったら、はい、まあ弱いから、トッププレイヤーっていうのは、うん、なんでそれだと確実に結構勝てると思うんで、まあ、そこの数値をね最後載せておこうと思います。はい、はい、ということでね、最後、トッププレイヤーとね、やって勝ったツアーポイントを、今ねこちらの、画像でね出しています。1040でしたね。だからさっきのが1400ぐらいでしょ。そう、まあ400差と言った感じで、ね、まあ、これもおそらく1日10試合とかこなしていくだけで、はい、もう結構溜まっていくことができるので、ね、まあ、無課金の人もさすがに無課金なんでちょっとは大変ですけど、うん、GP ダメスカットでもこれだけいけると。それでは次回の動画でしょう。さよなら。バイ。